こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきます。はい、前回、勝利しまして2位に上がりましたクラマンカリバーズ。今回は9位の富山ミラージオ戦ですねと思ったら一周開けるんだ。うん、練習試合やりたいけどな。下位の選手のこともあるから。まあこのあと3戦続くんですが、できればやりたいなと思うんで。そうだな、武蔵野ホーネッツ戦をやりましょう。メンツは言うまでもなく、やっぱりこの辺は川上は別として、そんなにすごくわけじゃないですね。さあ交代です。幸子なかなか優秀ですよね。どんどん育てていかないと。サイドへ、学びも。サヨってどれくらいやったか。サヨはまだまだいけるな。七子がだいぶ落ちるよな。まどか、ミオ、ディフェンダーをどうするかですね。ディフェンダーが4人ですね。節子とかなか。節子をまず入れましょう。萌えは？なるほど。萌えの代わりにかなかな。いや、そんなに変わらへんのか。まあ、かなを入れましょう。キーパーは休ませます。夏希は。強化にします。夏希も900万なんですよね。強化もなかなか高いな。さあ、これで試合を行います。公式戦は、なるべく高いレベルの選手を投入したいですね。さっきコフ。クライス、ナイス。おーっと、うまく、意思の疎通がうまくいかない。さよ、抜けた。うまい。まなみ。もう全体のレベルもなかなか上がってきましたよね。さあ、まなみから漫才。芋川へ。抜けた。左に。外しましたね。おっと、怪我をしている。さよ、抜けた。チャンス。さよが自分で通り込むが、ちょっと足りない、キック力が。おっと、さよが、これはファールですね。さあ、ゴール前で交錯します。さあ、これはみゆきが防ぎました。みゆきがなかなか優秀です。この高さがありますね、みゆきは。これファールです。おっと、これイエローカードですね。で、武蔵野ホーネッツのレオポルド。おっと、捉えた。まだですね、まだ、PK はパンチングで防ぎます。クラリスが。クラリス直接シュート。ロングシュートでしたが、さすがに無理が。さあ、初見。抜けられた。おっと、うまい。
鉄壁ですね、みゆきの守備。幸子、速攻です。いいか、さあ、こちらボールド、スローインです。一度後ろに下げますね。さあ、ラストチャンスだ、さよ。高い。これで試合終了かな？終了ですね。スコアレスドローでした。さあ抜けるんですが、これはわずかに左へ。逆に左右が一気にここを奪って自分ではしゴール前まで走り込みますが、キック力が弱かった。さあここはゴール直前のフリーキック、キーパーがパンチングで防ぎます。さらに32分、木村、ここもキーパーパンチングですね。鉄壁です。さあ再び作用がチャンスなんですが、これはちょっと踏み込めなかったし、シュートコースも高かった。シュートのキックの正確性っていうのは欲しいですよね。お、でも課題はたくさんいただきましたね。さあヤンオファーを出していましたね。そういえば上海クラブ一回断られたんですよね。でもリストにもう一回上がってたので行きましたが、5000万、まあ高い選手ですが、A が2つあるのは能力高いです。果たして獲得できるか。スイッチオン。おーっと入団5位です。契約します。さあ移籍選手見てみましょう。キーパーでないのかな。キーパーってなかなか女子選手いないですよね。女子選手もいよいよあれかな。すごいね、1億8000万、1回 S が4つです。もちろん女子選手しか獲得できないルールにしてますんで。あ、そういえばこれってそうか、もう男子選手って残り3人なんですね。ってことはミッドフィールダーの中から1人をディフェンダーに変えたいと思います。誰がいいんだろう。ミッドフィールダーは結構高年俸の選手が多いんですけど、ディフェンダーが少ないんですよね。あと外国人選手は、なるほど。作用はいいかな。マナミあたりをディフェンダーに変更しましょう。あ、でも結構ディフェンでディフェンダーを1人クビにします。浦川ですね。浦川と鬼丸がいますが、浦川かな。さようなら浦川。ということで今あと2人補強できまして、残高が1億1200万、最もジャパンカップ優勝の5000万があるので、それを除けば6200万。この辺は考えどころですね。年俸って日々上がっていきますからね。さあいよいよ試合ですね。スタメン見てみましょう。あ、こちらのスタメンか。戦術見てみましょう。なるほど、ワントップなんだ。
あんまり強くないですね、こう見ると。まあ、勝ちたいですよね。緑をユーナにするか。幸子をどんどん使っていきましょう。なあ、これ買ってみようかな。ヤンがいるんで、ヤンを使ってみましょう。ミホっていうのもいますね。ちょっと落ちてるけど。そんなに変わらないのか、ミホと。まあ、勝ちに行かないといけないっていうのもありますから。かなり勝って、マナミを入れます。これでいいや。試合開始です。さあ、こちらのホームですね。もうダントツの勝率ですよ。57%。さあ、クラワンカリバーズ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 。もういいって、6回言われてますね。さあ、キックオフ。ヤンが、おお、早い。おーっと、ホイッスルが欲しかった。萌えが結構スピードついていけてない感じがありますね。こちらサイドのフリーキック、スローインです。さあ、まどかが少しずつ上がっていく。三國が。ゾーンディフェンスでしたよね。さあ、うまい。まどかがセンタリング、おっと、くるみが、と、なんかおかしいなと思ってたんですが、オフサイドでした。前出すぎてましたね。おっと、危ない。さすがここはみゆきです。高さのみゆきです。おお、危ない。さあ、前へ出します。国枝。おっと、外に出しますね。どうしたものか。これ、相手にボール渡しちゃうんでね。おっと、おお、こういうとこでもスピード要求されますよね。まあ当然だろう。でもこの満身はちょっと1点欲しいです。空いたスペースに行って必死に走り込みます。キーパーも走ってきたんですが、それをかいくぐってくるみが先制点のシュートを決めました。まあ、スピードは速いんですけど、まあ、N1 としては結構辛いレベルではありますよね。さあ、ここはモタイへ。おっと、これちょっと危ないかな。しかし、高さで防ぎますね。ディフェンダー勢も見事な働きをします。深追いはしませんね、ここは。くるみ。結構勢いのあるキックだった。危ない、危ない。おっと、これは気をつけないと。リオ、反応します。おっと、萌えが早くも疲れてますね。マナミを使いましょう。本当は節子も使いたいんですけど、まだ、点差が安定、安心できない。なぜ、謎ですね、国枝。さあ、富山ミラージュも選手交代してきました。もうすぐ前半が終わります。はい、終了ですね。さあ、メンバーですが、なるほど、こうなってんのか。間違えた。
ヤンが、ヤンがまあ初、加入後初試合ですが、なかなか頑張ってますね。さあ、後半戦です。勝ちたいかな、できれば。おお、今のバックパス、もう謎ですね。三田園が結構、謎か。こちらが買収したのかな、まどか。おっと、深澤に取られました。おっと、中盤そろそろ補強の時期ですね。さよ、さつき、みおがいますが。おっと、なかなか、疲れてないっていうのはいいですね。さよは作用がいいかな。一気に変えていきましょう。危ない。おっと、外に出しました。ちょっとこの辺で苦しさが出てきてるかな。さあ、もたい。おっと、ファール取られずに済んでるのがラッキーとしか言いようがないですね。これはファールですか。おっと、深く来た。危ない。危ない。なかなか相手の決定力というか爪の甘さに助けられている面はありますね。まあ、オーバーヘッドキック、ファールですか。さあ、くるみが蹴ります。直前、2点目が欲しい。くるみがつい自分で走り込んで、ヤンがセンタリングと届かない。くるみここまで上がってますよ、気がつけば。さあ、下がっていきます、逆に。まだまだ言うな、運動量が欲しいですね。ヤン、さすが新加入のヤン、すごいですよ。さあ、おっと、3対1ですが、甘くはない。守備勢はなかなか硬いですね、このチーム。おお、ここからもうシュート打ってきますか。結構キーパーも危ういな、ここ。ミオ、さらにユーナ。さあ、こちらボールのスローインです。ミオが、取られました。さあ、ほぼ相手にとっては最後のチャンスだろうけど。ん？お。さあ、コーナーキック。嫌な予感したんですけどね、スローインで。マジかよ。キーパーが高く上がってしまいました。そして試合終了。悔やまれるドローでした。前半25分、幸子。ここでもうくるみが。走り込んで決めました。さて、3位前、タマミラージュは必死の攻撃に出ます。その後、タマミラージュが必死の攻めが、爪の甘さがあるんですよね。そこからどんどんロングでもシュート打ち込んでいきますね。さあ、小宮山、そして小宮山に渡されてしまいます。これが、コーナーキックになって、その小宮山が上がって、キーパーが目測誤ったところ、及川に決められてしまいます。ああ、これは大きな、悪い意味で大きな、同点ですね。思えば、
シュートの数が全然違いますよね。富山ミラージュは9本、枠内でも6本に対して、クラーカリバーズはシュート3本。枠内に至ってはくるみが決めた1本のみですからね。課題はたくさんいただきましたが。これで4位に落ちましたね。3勝1敗2引き分け。C はキャピタル東京です。この2位がアジア CT の出場権ですね。優勝は難しくても2位に入ればいいんだけどなっていうレベルです。今最下位って浅草サンダーボルトなんだ。まあ、東京のチームが多すぎますよね。はい、ということで今度は8位の函館ペンタゴンですね。ぜひとも勝利をつかみたいところであります。女子選手はいないかな。お、カルメンっていう女子選手がいる。名前がすごいな。筑波田川にいる選手ですかね。いや、抜けてんのかな。いや、抜けてないな。カルメンは。カオタン。これは男子選手ですよね。童顔です。比較的。カルメン。取ると筑波田川にとってはダメージになり得るんで、取りに行きましょうか。控えに甘んじていた選手です。今年は期するものがあるでしょう。間違いなく良い返事がもらえると思いますということで。村はありますが、コンタクトを取ってみたいと思います。はい、というわけで、以上。カルチョビットアーをお送りいたしました。ぜひぜひチャンネル登録高評価などよろしくお願いします。またこの動画最後の20秒では関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間がありましたらそちらを見ていただければ嬉しく思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。